上田集中。こんにちは。こんにちは。上田集中でございます。はい。プロ野球選手ってミスをした時とかに、まあ、ヤジだったりってあると思うんですよ。上田さんが現役、まあ、14年やってた中で面白いファンからのなんかヤジ、記憶に残ってるファンみたいな方っていますか？こういうヤジ飛ばしてきたなとか嫌なヤジ飛ばしてくる人いたなみたいな。上田集中。何ですかそれは。これまあヤジっていうか、もう俺はほぼ嫌がらせに近いと思ってて、もうね、とにかく俺が試合に出てきたら、上田集中しろって言ってくるわけ、うん、毎回よ、これ毎回。もうなんか誰か録音してんのちゃうか、録音してもう誰かが再生してガーンって流してるんちゃうかっていうぐらい毎回おるわけ。上田集中しろとかって俺に毎回言ってくるわけ。集中してないわけないやん、こっちはしてるやろ、どう考えても。まあこの動画をね見てる、もしくはその上田集中しろって言ってた人、過去に言ってた人が 見てるかもしれへんから、まああえてこの動画一本撮らせてもらうけども、俺がさ、例えばこういいプレーするじゃん、その試合の中で、うん、そしたらさ、なんか今のはたまたまだぞとか言ってくるわけ、うん、ちょっとこう尺に触るような、イラッとするようなこと言ってくるわけ、ちょっとこれうるさいなって、あの気が散るなっていう、試合にこれ影響出るなってずっと思ってた、うん、だからほんま黙ってくれへんかなってずっと思ってたんけど、もう懲りずに言ってくるわけよ。どんな人かも知らんし、喋ったこともないしさ、会ったこともないで、俺はどんな人か知らんけど、もうずーっと言ってくるわけ。一回俺はもうあまりにもうるさいから、ライトスタンドからもうずっとこうヤジ飛ばしてくるやつおると、うるさいから多分あの辺で言ってるから、ちょっともう見てくれって一回言った。ほんなら多分その誰かが言ってくれたやろな、そこへ。いつもなんかライトの上の方から言ってたんだけど、これも俺のただの憶測だよ。2、3日言わなくなったんよ、そっから。これちょっと効果出てるなって思ったわけ。ほんならその次の日かな、今度センターのバックスクリーンの辺から、上田集中しろって言っていたの。場所変えてるやん、言う場所。相当俺を困らせたいのかとで俺が何かしたんかっていう話だから、うん、あなたに何かしましたかっていう、うん、それぐらいね、何がきっかけでそんな俺に文句言ってたんか知らんやけど、まあ、ずーっともうほんまに言ってきてたファンがいて、もう俺はもうその「上田集中しろ」っていう言葉が俺の耳に入ってくるわけよ。で選手のグッズ、タオルとかいろいろ出るじゃん、そこで選手のなんかこう好きな言葉みたいな直筆で書いて、でそれを実際タオルにしてグッズにするみたいな企画があって、こうモニターがあるでしょ、バックスクリーンのところに、その打席に入ってくる時の動画みたいなあるんだけど、そこにも好きなことをみんな入れるんだけど、タオルの好きなやつも別に好きな言葉でも何でもないけど、上田集中にしたの俺わかる、タオルありますね、うん、上田集中タオルあるから、そういうエピソードがあってそれ作ったんですねそう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 、うん、もうこれネタにしたろうと思って、うん、まあ、それが実際タオルが 出ますよね、うん、だからそのファンはもう味しめてるよね、もう俺のことだと全部分かってるやろ、からさらにヒートアップして、上田集中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 、毎回毎回何回言うねんっていうぐらい、うん、どんだけ俺が集中してないと思ってんのっていうぐらい上田集中攻撃ですよ。そっからずっと、うん、しまいには交流戦優勝しました。交流戦優勝して札幌でな、札幌ドームで優勝決まりました。で優勝しました。で最後ライトスタンドに挨拶行きました。交流戦優勝できました、応援ありがとうございましたって、選手みんなで挨拶した途端、上田集中しろって言ってきたのお前おいと、おいと、試合じゃねえと、今もう終わってるとなんならもう交流戦優勝したと、しつこいなと思いながら、結果誰か知らんで、誰なんか YouTube 出てもらう、もしね見てるのであれば出てもらう、上田集中って叫んでる人、うん、出てもらおうか一回な、もし見てたら、うん、コメントに入れていただけたら、うん、そうやな。でも裏を返せばすごい熱狂的なファンだったっていう、それはヤクルトもでしょヤクルトに対してでしょ、ファンであることにはまあ変わりない、まあ、それはね、ヤクルトのファンであることにはもちろん間違いないし、毎日毎日そうやって俺にそうやって言ってくるってことは、毎日神宮に来てくれてるっていうことやから、それはもうヤクルトのファンとしては素晴らしいことやと思うんやけども、俺なんか過去になんかその人になんかしたんかなっていうぐらいやたら俺を攻撃してくるから、会ったこともないし喋ったこともないのに、何なんかなっていうずっとあったよ。他の人には言ってないんですか？え、多分言ってない。じゃあなんかあるんでしょうね。
きっとそのファンの人の中で、だからその真相を知りたいよね。ここに来てもらって話してもらおうか、うん、すっごいいい人かもしれない実はファンを呼ぶ企画面白いかもしれない。ファンを呼んで対談する企画面白いかもしれない。もし出たい人がいればコメントしてもらってね、うん、オファー出しましょうか。ファンとの対談みたいなのも面白いかもしれないね、うん、そういうのもあってもいいかもしれないです ね、うん、上田のアンチ集まれって言ったら多分500人ぐらい集まると思うよ、うん、すぐ集まると思う。アンチとの対談、うん、武道館でできると思うよ、それぐらい集まるそう面白そうですね、うん、まあいろんなファンの方がいて、でもこうやって印象に残って話ができるっていうのは逆になんか今となってはありがたいのかもしれないですね。それだけ上田剛を知ってくれてるっていう人が多いといたんだっていうのは、うん、それはいいことかなと、うん、今となってはもっともっと上田剛をアピールしたらよかったのかなって思うけど、うん、いろんな球場でいろんなファンがいるからね。選手を侮辱するような言葉とかはあんま良くないと思うんだけども、うん、そこはやっぱその球場その地方のさ色があるじゃん。甲子園だったらもう関西弁やし、お前どこから来てん挨拶せえ言われたこともあるしな俺、うん、誰やねんお前みたいななんかもうそういうのもあるから、まあ、いろいろヤジはきつい時もあれば面白いヤジもあればいろいろありますよプロ野球は、はい、そうですね、それがプロ野球ですね、それがプロ野球、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。